イナムコゲームス、バンプレスト。化け物語ポータブル。羽川翼、クラスの委員長である。規律正しく、折り目正しく、恐ろしく真面目で教師受けもいいという、今や漫画やアニメにおいてさえ絶滅危惧種に指定されそうな存在なのである。つまるところ、委員長の中の委員長である。あれよあれよと僕はクラスの副委員長に任命され、そして現在5月8日の放課後、6月半ばに行われる予定の文化祭の計画を教室に残って羽川と2人練っているというわけだった。次の説明に進むわね。
理解できた？オッケー。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。お前は何でも知ってるな。次の説明に進むわね。私が言ったことちゃんと理解できた？オッケー。よく知ってるんじゃないのかな。お前、僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのか。いくらなんでも失礼すぎるだろうが。いや、違う、自分のマニア度を不当に低く評価されていることに対して怒ったわけじゃない。次の説明に進むわね。私が言ったことちゃんと理解できた？オッケー。ってのがやっぱり。その手の期待はするだけ無駄だぞ。次の説明に進むわね。私が言ったことちゃんと理解できた？オッケー。知ってることだけ。その手の期待はするだけ無駄だぞ。悪い。次の説明に進むわね。オッケー。知ってることだけ。次の説明に進む。うん、まあ分かった。悪い。次の説明に進むわね。うん、まあ分かった。次の説明に進むわ。うん、まあ分かった。
っちゃった。生き生きと僕を責めるな。説明はこれで全部。僕、オシノに呼ばれてるんだった。いきなりの話題の切り替えというか、露骨なまでの切り上げ方に不審を覚えているようだ。それでもとりあえずオシノの名前が聞いたらしい。僕にとってそうであるように、羽川にとってもオシノは恩人にあたるので、不義理は絶対にありえないのだろう。まあもちろんその辺は計算づくだけれど、お、何か解放されたようだな。カレンだぜ。月日だよ。光クラブ。めちゃくちゃ得意だよ、遊ぶの。遊びの王だよ。遊び遊ばされるよ。忍びは得意だよ、遊ぶの。遊びの王だ。シングルモードだ。地味ストーリーモード。僕は日々健全に生きているんだ。北にクラブ。振り向く。動かないで。まだ僕は相手が誰だか把握できていない。その瞬間、狙いすましたように、まるで隙間を通すように、僕の口腔内にたっぷりと伸ばしたカッターナイフの刃を戦場ヶ原が通したことも知った。ああ、違うわ。動いてもいいけれど、とても危険よというのが正しかったわね。こう
好奇心というのは全くゴキブリみたいで、人の触れられたくない秘密ばかりにこぞって寄ってくる。鬱陶しくてたまらないわ。怖いと思った。僕にそんな真似をしておきながらちっとも揺るがない。ゾッとするくらいに冷えた視線で僕を見つめる戦場ヶ原ひたぎが怖かった。こんな剣のな目をしたやつだったのか。動かない。どうやら僕の知らないところでかなり猟奇的な計画が立てられていた模様だな。まあ違う、動いてもいいけれどとても危険というのが正しかった。そりゃそうだ。好奇心というのは全くゴキブリみたい、人の触れられたくない秘密ばかりこぞって。いいんじゃないのか、一見民主主義っぽくて。鬱陶しくてたまらないわ。船でなんかない。変な想像は許さない。あ、悪魔みたいな女だ。今私のムードを思い浮かべたでしょう。大丈夫だ、余計な心配するな。何を考えているか分からない。そこの浅い人間はこれだから嫌になるわ。私は私のために何をすべきかしら。口が裂けても喋らないと誓ってもらうためにはどうやって口を封じればいいかしら。沈黙と無関心を約束してくれるのなら2回うなずいてちょうだい。それ以外の動作は停止であれ、敵対行為とみなして即座に攻撃に移るわ。何？性格を期すなら本人としては自覚はないわ。ああ。胸バカ、いやらしい。別に理解しなくていいの。お前は何でも知ってるな。これ以上嗅ぎ回られたらすごく迷惑だ。喋っただけだ。お前の力になれるかもしれないと思って。まったく困ったものじゃない。違う。私はあなたに私の秘密を黙っていてもらうために何をすればいいのかしら。戦争はしない。私が欲しいのは沈黙と無関心だ。自分以外はどうでもいいのか。お前はマリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。ん？そっちでいいのか？呆れたの。いえ、ここは素直に驚いたと言うべきだ。それ以外の動作も停止である。敵対行為と見なして即座に攻撃に移る。どうやら僕の知らないところでかなり猟奇的な計画が立てられていた模様だな。今私のムードを思い浮かべたでしょう。どのご利用ですか。性格を期すなら本人としては自覚がないわ。ああ、悲鳴を上げないの立派だわ。戦争はしない。変な想像は許さないわ。
お前の力になれるかもしれないと思って。私は私のために何をすべきかしら。いいんじゃないのか。一見民主主義っぽくて。戦争をしましょう。まあね。よろしくさ。そういうことをさらりと言うな。困ったものじゃない。違うしな。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。おっと、私としたことがしてやられたわね。ああ、これ生き生きと僕を責めるな。お前の力になれるかもしれないと思ってバカにしたように彼女はせせら笑った。いや、怒ったのかもしれない。だから僕は何も言わずぐいっと自分の唇の端に指を引っ掛けて頬を伸ばしてみせた。右頬の内側がさらされる。それを見てさすがの戦場ヶ原も驚いたようだった。ポロポロと両手に持っていた文房具という名の凶器を取り落とす。そう、血の味もすでにしない。戦場ヶ原がホチキスでつけた口の中の傷はすでに跡形もなく治ってしまっていた。ナイス！お、何か解放されたようだな。僕や羽川、戦場ヶ原の通う私立直江津高校から自転車で20分くらい行った先にその学習塾は立っている。数年前、駅前に進出してきた大手予備校の煽りを危険、私有地、立ち入り禁止、そんな看板が乱立し、安全第一のフェンスで取り囲まれてはいるものの、そこら中が燃えそうじゃないの。僕の責任じゃない。私みたいなキャラのことをツンデレって言うのでしょ。超人みたいな話だな。バッソ、子供の頃はさぞかし萌えキャラだったのでしょうね。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。言い逃れはやめなさい。切り落とすわ。まあね。両手が自由になっていないといざっていう時にどうしたって戦いにくいのよ。そりゃそうだ。気安く私の言葉にツッコミを入れないでくれるかしら。何？私の性格が悪いみたいに聞こえるわ。お前の力になれるかもしれないと思って。ここに来てそんなことを言うなんて。嬉しくねえ、嬉しくねえ。あんた、私をはめたわ。分かってるよ。勘違いしないで。別に私はあなた。かわいいな、かわいいな。
しも私から1分おきに連絡がなかったら、5000人の無くつけき仲間があなたの家族を襲撃することになっているわ。今は動かない。どうやって口を封じればいいかしら。今回はこれで完了して。ん？そっちでいいの？ここに来てそんなことを言うなんて。戦争はしない。私に向かって同じようなセリフを吐いた人が5人いる。大丈夫だって。余計な心配するな。こんなところに連れてこられて警戒心出さなきゃ、私のどのあたりが女子なのよって話になるでしょ。そこまでは言うな。両手が自由になっていないと、いざっていう時にどうしたって戦いにくいもの。ああ、あんなことやこんなこともしてみたかった。今はそうでもない。感謝するなんて思わない。嬉しくねえ、嬉しくねえ。本当のことでも言っていいことと悪いことがあるでしょ。僕の責任じゃない。戦場ガハラ様、マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。こいつ呼ばわりはやめて。そういうことはさらりと言うな。いや、私の言葉にツッコミを入れないでくれるかしら。お前は何でも知ってるな。あれ、私をはめたわね。違う。お前の力になれるかもしれないと思って。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。ああ、これで。別に私はあなたに気を許したというわけではないのよ。戦争はしない。ここに来てそんなことを言うなんて。いいんじゃないのか。立憲民主主義っぽくて。戦場ガハラ様。あ、悪魔みたいな女だ。私は父方のおばあちゃんから淡泊でもいい、わくましく育ってくれればとよく言われていたものよ。どうやら僕の知らないところでかなり猟奇的な計画が立てられていた模様だな。殺すらよ。ああ。1分あれば事足りるというの。嬉しくねえ、嬉しくねえ。私の性格が悪いみたいに聞こえるわよ。それくらい僕にもわかる。あなた、私をはめたわ。僕の責任じゃない。勘違いしない。お前は何でも知ってるな。機会があればいろいろと試させてもらう予定だったのに、がっかりだな。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。私はどんな手段を行使してでもあなたにボーイズラブな仕返しをしてみせる。どうもしない。続けて。なんだかさぞかしよく燃えそうじゃないの。お
前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。こんなところに連れてこられて警戒心出さなきゃ、私のどのあたりが女子なのか話になるでしょう。お前の力になれるかもしれないと思って。むしろあなたが感謝します。今はそうでもない。あんなことやこんなこともしてみたかった。そういうことをさらりと言うな。照れ隠しというのは嘘よ。わかってるよ。私みたいなキャラのことをツンデレって言うのでしょう。ひねたなんかないよ。本当のことでも言っていいことと悪いことがあるでしょう。超人に言いながらやめなさい。切り落とすわ。どの子に安く私の言葉にツッコミを入れないでくれるかしら。何？感謝するなんて思わない。大丈夫だって。余計な心配するな。私に向かって同じようなセリフを吐いた人が5人いるわ。そりゃそうだ。ちゃんと言いなさい。自分以外はどうでもいいのか、お前は。こいつ呼ばわりはやめて。違う。両手が自由になっていないと、いざっていう時にどうしたって戦いにくいもの。わからねえぞ。あっそ。その手の期待はそれだけ無駄だぞ。悔しいわ。ん？そっちでいいのか。うまいこと言ってんじゃねえよ。おお、荒木くん、やっと来たのか。オシのメメはそこにいた。ボロボロに腐食した机をいくつかつなぎ合わせて作った簡易製のベッドの上にあぐらをかいてこっちを向いていた。僕が来ることなど分かりきっていたというふうに。相変わらず見透かしたみたいな男だ。見てくれは清潔感に欠けているとは言えた。サイケデリックなアロハ服というのが致命的だ。そして大篠は戦場ヶ原を遠目に眺めるようにした。その背後に何かを見るように。まあ悪くはないよな。お、何か解放されたようだな。ん？そっちでいいのか？何してんだ、お前。忍びうは。シングルモードだ。ストーリーモード。僕は日々健全に生きているんだ。北にクラブ。ああ、これどうしたもんかな。戦場ヶ原の家、上倉荘。木造アパート2階建て、築30年。途端の集合郵便受け。かろうじてシャワーと水洗のトイレは備え付け。いわゆる 1K、 6畳一間、小さなシンク。最寄りのバス停まで徒歩20分。家賃は概算3万円から4万円。
ともかく僕は戦場ヶ原の家上倉荘の201号室で茶舞台に用意された湯飲みに入ったお茶をぼーっと見つめていた。あなたを逆算してあげる。あ、悪魔みたいな女だ。ちょっとは喜びなさいよ。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。一番ダメなやつは一番愚かなだけなのに。どうやら僕の知らないところでかなり猟奇的な計画が立てられていた模様だな。あの、私のヌードを見て欲情したのではないでしょうね。自分以外はどうでもいいのか、お前は。私に指一本でも触れてごらんなさい。そう言われりゃ、確かにそうなんだが。舌を噛みつけてやるんだから。大丈夫だって、余計な心配するな。あなたの舌を噛み切るの。そういうことをさらりと言うな。今日のお礼のつもりで大サービスしてあげてるんだから、ちょっとは喜びなさいよ。まあね、感想くらい言うのが礼儀でしょ。わからねえぞ。最低。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。そんなことだからあなたは一生童貞なのよ。ああ、これ…私に指一本でも触れてごらんなさい。わからねえぞ。あなたの舌を噛み切るの。僕の責任じゃない。確かに、偏見で物を言ったわね。あ、悪魔みたいな女だ。くだらないことをよく知っているわね。大丈夫だって、余計な心配するな。生まれて初めてあなたに感心したわ。それくらい僕にもわかる。今日のお礼のつもりで大サービスしてあげてるんだから、ちょっとは喜びなさいよ。違う、清掃はしない。お前の力になれるかもしれないと思って。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。おっと、私としたことがしてやられたわね。ん？そっちでいいのか。友達はいらない。友達を作ると人間強度が下がるから。戦場ヶ原は白いタンクトップに白いジャケット、そして白いフレアのスカートを履き、ようやく着衣を終えたところで言った。もしも全てがうまくいったら北海道へカニを食べに行きましょう。まあ戦場ヶ原がそうしたいって言うんならいいんじゃないのか。
あなたも行くの？なんで？あら、知らなかったの？戦場ヶ原は微笑した。カニってとっても美味しいのよ。ナイス！お、何か解放されたようだな。夜中の0時、少し過ぎたところで、僕と戦場ヶ原は例の学習塾跡に自転車で戻ってきた。金網の裂け目から敷地内に入ったら、入り口のところで押野はもう待っていた。ずっとそこにいたという風に。押野は白ずくめの装束、上衣に身を包んでいた。ボサボサだった髪もぴったりと整えられて、少なくとも見た目だけは小綺麗な格好になっていた。それなりに見えてしまうのが逆に不快だ。私のこと、きっと守ってね。お前は何でも知ってるな。その情けない言葉一つに、あなたの人間性の全てが集約されている。そういうことをさらりと言うな。と言っても過言ではないわね。大丈夫だって。余計な心配するな。私くらいになれば、あなたのような薄っぺらい存在のことなんて、すべて完璧にお見落としなのよ。お前の力になれるかもしれないと思って。何も変わらないなんてことはないわ。どういうですか。それ決して無駄でもなかったのよ。どうもしない。続けて。少なくとも大切な友達が一人できたのだから。ひねたなんかない。あなたのことよ。マジで？私はあなたに。そっちで。少なくとも大切な友達が一人できたのだから。その手の期待はするだけ無駄だぞ。いや、マジで。それくらい僕にもわかる。努力が涙ぐましすぎるわ。どうやら僕の知らないところでかなり猟奇的な計画が立てられていた模様だな。ずうずうしいかもしれないけれど、これからも仲良くしてくれたら私とても嬉しいわ。大丈夫だって。余計な心配するな。何も変わらないなんてことはないわ。お前の力になれるかもしれないと思って。スタンバイモード。今はそうでもない。お呼び返してちょうだい。
謝ります。そう言われりゃ確かにそうなんだが、悪態ついてるけどツンデレなのよね。違う、戦争はしない。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。お前を相手にするにはどうやらとてつもない忍耐力が必要とされるようだな。思考論の中、そこまでは言うな。この私は低層観念の塊、コンクリートのような女と呼ばれております。こんにちは。お前は何でも知ってるな。その情けない言葉一つにあなたの人間性の全てが集約されている。どうもしない。一体何を張り切っているのどの本よですか。私のこと守ってね。マジで？あれはなかなか盛り上がったわ。自分以外はどうでもいいのか、お前は。いじめだ。僕の責任じゃない。悔しいわ。ん？そっちでいいのか。生き生きと僕を責めるな。反射的にとぼけてみせた僕に対して照れもなく、それに遠回しにでもなく堂々と戦場ヶ原は胸を張った。ありがとう荒木くん。私はあなたにとても感謝しているわ。今までのこと全部謝ります。ずうずうしいかもしれないけれど、これからも仲良くしてくれたら私とても嬉しいわ。不覚にも戦場ヶ原からのその不意打ちは僕の胸に深く深く染み入ったのだった。カニを食べに行く約束はどうやら冬を待つことになりそうだけれど、この境地達したくねえ。お、何か解放されたようだな。カレンだぜ。月平よ。迷いまいまい。何してんだお前、こんなところで。ライブラリー、こんなものを見せていいのか。笑え